ぬるそばビターです。皆さんね、夏って言ったら何ですか？海？川？違います、コンビニスイーツです。で、今日はですね、夏の新作のコンビニスイーツをね、買ってきました。イエイ！っていうことで、で、毎度同じながら、そのコンビニに売ってる商品って、まあ、地域によって全然違うんですよ。だから、あくまで僕が行ったコンビニに売ってたコンビニスイーツです。じゃあ、早速ね、食べていきましょう。デザモンゲットだぜ。もうデザモンもうすっかりとね、もうファミリーマートのね、まあ、常連になってきましたよね。めちゃくちゃ言ってんもん、デザモンシリーズ。めちゃくちゃいい匂いするクレープの。うわ、うまそう。僕昔クレープ屋さんで働いてたんですよ。じゃあね、いただきます。うん、うまっ。そのめちゃくちゃ柔らかい生地にこの生チョコの甘さがすごい合ってる。うん、めっちゃうまいこれ。うん、めっちゃうまい。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。はい、じゃあ次はですね、クリームタイヤカスタードですね。うお、すげえ、タイ焼き、まんまタイ焼きやな。じゃあね、いただきます。なんかお祭りが思い出すわ。うん、普通のカスタードタイ焼き。あ、でもこれチンとかしたら美味しそう。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。はい、じゃあ次はですね、プリンアーラモードですね。アーラモードちゃうわ、プリンアラモード。なんて言ったらいいん、これプリンアラモード。プリンそのまま乗ってるよ。絶対これうまいわ。わかるわ、こういう系の商品は大体うまいんですよ。うん、じゃあね、いただきます。下の生地と一緒にいただきます。うんま。この上のプリンが甘くないプリンなんですよ。ちょっとカラメルが強いんかな、ちょっとなんかカラメルが強いプリンって感じ。うん。ちょっとあるかな。うまいわ。プリンが硬いからこれ崩れにくい。うん、カラメルが強いわやっぱり。このパイナップルとこのプリンの生地と一緒に、うまい。マンゴーですね、マンゴー。うんま。じゃあ最後はですね、私忘れんぼ。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。プルオチレアチーズイチゴですね。これほんまカロリーが74カロリーなんですよ。ほぼ一口を多分これ、うわ、こんなんなんや。ほらこれ見てください、これ。なんか深海にいそうな魚やな。じゃあね、これ一口と思うんでいただきます。うん。うん、いちご感がめちゃくちゃ強い、なんかゼリー。なんかゼリーみたいな感じがする。これなんか不思議な食感やわ。うん。はい、じゃあ次はですね、マンゴーてててててててマンゴーゼリーですね、マンゴーゼリー。んー、よいしょ。うわ、マンゴー臭がすげえこれ。うん、バリバリマンゴーよこれ。バリバリマンゴーするわ。じゃあね、いただきます。うん、うまい。なんか下のこのクリームでさえもマンゴーなんですよ。上のこのクリームをマンゴーで、その上にまたマンゴー乗ってるから、マンゴー 100% 楽しめれるこれ。うん、うわ、夏らしいわこういうの食べたら。うん、うわ、しかもこれ中にマンゴー寒天が入ってるんですよ。マンゴー度 100% やん、マジで。うん、うまい。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。これね、めちゃくちゃうまかったです。エクレアですね、エクレア。うわ、めちゃくちゃチョコソース乗ってるよ、これ。絶対うまいやん、これ。じゃあね、いただきます。
うん、これほんまにチョコの甘みはもちろんそうなんですけども、中にホイップとカスタードがめちゃくちゃ詰まってるんですよ。うん、もう僕の夢ぐらい詰まってますわ。はい、じゃあ次はですね、めちゃくちゃ夏らしいスイーツです。じゃあこれ絶対うまいと思う。うん、これもしうまくなかったら、僕このニット帽外しますわ。うん、絶対うまいこれ。絶対うまいこれ。うわぁ。うわ、すーげえほら。何この爽やかな感じ。絶対うめえやん、これ。じゃあね、いただきます。絶対うまいこれ。わかるわ。見たらわかんもん。これうまいやつやん、絶対。マンゴーソースとロールケーキを一緒に。はあ、うわ、優勝。うわ、夏っぽいわ、ほんまに。このロールケーキ超柔らかいですよ。その柔らかい生地と、この、ね、果汁たっぷりのマンゴーがめちゃくちゃ合ってる。めっちゃうまい、これ。いや、このマンゴーがね、結構ね、果汁多めなんですよね。うまいわ。うん。じゃあね、キウイと一緒に。うまっ。まあ、これ結構、まあ、値段は結構するねんな。258円やから。いや、でもこれうまいわ、めちゃくちゃ。いや、夏っぽいスイーツやわ、これ、ほんまに。うん。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。これね、最高にうまかったです。はい、じゃあ次はですね、まあ、コンビニスイーツじゃないですけども、まあ、気になったんで買いました。やっぱ夏のシーズンになったら、やっぱバンゴーとかパイナップルとかそういうの増えてくるのかな。うん。おお、うまそう。うわ、めちゃくちゃマンゴー詰まってるよ。絶対うまいよ、これ。はい、じゃあね、いただきます。やばい、やばい、やばい、やばい。マンゴーめちゃくちゃやばい、これ。うんま。上にはマンゴーの果実も入ってるマンゴーソースとマンゴーアイスとミルク氷が楽しめます、これ。でもやっぱマンゴーがめちゃくちゃ強いわ。マンゴー感がまだ強いわ、これ、ほんまに。めっちゃうまいよ、これ。この下がすごいミルクの味するんですよ、白い部分が。うんま。はい。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。これもね、もう最高にうまかったです。はい、じゃあ最後の商品なんですけども、こちらはですね、ナナパフェっていう名前で売ってて、なんか今、セブンイレブンの方で、このナナパフェと一緒に撮った写真を、インスタグラムとかツイッターに投稿するんですよ。そこで、ハッシュタグナナパフェってつけたら、まあ、100名に1000円分のクオカードが当たるらしいんですよね。で、僕もね、早速ね、写真を撮りました。それがね、こんな感じです。ごめんね。はい、じゃあね、いただきます。まずはですね、こちらのね、ストロベリーですね。めちゃくちゃうまそう。おぉ、いただきます。ん、うん、うまい。なんか種類はラクトアイスで、いちごソースもそうなんですけども、中身もやっぱいちごアイスなんですね。うん、いちご感がめちゃくちゃ強いわ、やっぱり。うまっ。うわ、ナッツはやっぱアイスやわ。うん、めっちゃうまい、これ。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。次はですね、ティラミス味ですね、ティラミス味。これも絶対うまいと思う。はい、じゃあね、いただきます。おぉ、すっげえ、絶対うまい、これ。うん、なんかこれはあれですよね。上がまあココアパウダーで、中がコーヒーアイスっすね。うん、コーヒー感が強いわ、これ。うん、だからちょっと甘いの苦手な人はこのティラミス味がおすすめかもしれない。うん、うん、すごい、中にココアキュッキュ入ってる。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。もうこれもね、もう最高でした。
はい、じゃあ今日はですね、夏に新発売されてコンビニスイーツを食べました。やっぱね、やっぱどれもやっぱ美味しかったですね。でも思ったんですけど、やっぱ夏になったらやっぱりね、その、パイナップルとかマンゴーとかサクランボとか、そういう系のやっぱスイーツがやっぱ増えてきますよね。うん。ぜひ皆さんもね、気になる商品があったら買ってみてください。はい、じゃあこれからもね、いろんな動画あげると思うので、ではチャンネルでグッドボタン、ぜひ通知ボタン回されなきゃ。というわけで、バーイ